皆さんこんにちは、けんぴです。今日はですね、家から元彼のグッズが届いてます。来たるバレンタイン、皆さんいかがお過ごしでしょうか。けんぴは元彼との思い出を重機で潰そうと思います。どういう企画かというと、ほんとそのまんまで、X で急に募集があって、元彼元カノとの特級呪物どうしようもない人募集、重機で潰します。私高校時代の元彼のいろんなものを捨てられないでいて、物には罪はないじゃん。私結構物を捨てるのが下手くそだから、ずっと取っといたの。何年間だ。怖いんだが、考えるのも。ということで送ってもらったこちら特級呪物です。実家にあった元彼とのいろんなもの詰め合わせセット、今から内容を紹介しようと思います。妹ちゃんが私の部屋にあった特級呪物たちを詰め合わせて東京まで送ってくれました。貴重な休みを使ってありがとね。卒業式に元彼からもらったあれや、ずっとベッド脇にあったネックレスなんかも入ってました。いや懐かしい。一つずつ紹介していくね。第二ボタンと交渉とネームプレート。卒業式にもらいました。彼からアプローチされてたのは、中学の卒業前、高校がバラバラになってしまうからってことで、なんかめちゃくちゃ言い寄られた。でケンピは恋愛とかよく分かんなかったからすごい断ってたんだけど、どうしてもっていうから推に押され、人生で初めて付き合ってみて、まあ大失敗を犯すというお話に許してないよね、許してないですよそりゃ。で浮気されたのが高校2年生3年生ぐらいにかけて、まあおかしいと思ったんですよ。こうやってハグして、香り、香りって誰みたいなあとインスタによくわかんない女の靴と写ってる、なんか花火大会になるみたいな写真、え、ケンピと言ってないけどみたいな、上がったり。まあそんなこんなしてたら、やつは第一志望落ちましたけどね、大学落ちたんすよ、まあね、恋のうつつを抜かしてるからそういうことになるわけ。私はなんかもうその頃にはもう浮気されてるっていうのは分かってて、絶対見返したろうと思って、でそれまではね、どこ受けるかとか全然決めてなかったの。まあ次第がいいなーぐらい。ずっと汚くて古い校舎にいたから絶対死体が良かったの。まあどっか入ろうって思ってたんだけど、なんかやつ見返そうと思って、私立で最もレベルの高い、まあ、総計どっちかにしようで、まあ、早稲田に受かったと、まあ、そんな経緯があります。うーん、やつ何してんのかな、不幸だといいなケンピが唯一不幸になってほしい人類。みんな他みんな幸せになってほしいけど、唯一不幸になってほしい人これディズニーランドに行った時にもらったやつ、なんかペアネックレスでもう一個あんのよ、もう一個羽みたいな形があって、それをこうやって合わせるとハートになるっていう世にも恐ろしいネックレス。なんか呪われそう呪われそう、嫌ですね、やめますやだ、キモい、キモいや。これ懐かしいノートですね、流行ったよねこれ、ちょっと詩が書いてあるこの絵柄のノート、懐かしい。なんかシール帳になってる。わあ、これは近所のこと撮ったプリクラですね。お前に罪はない。うん、うん、あ懐かしい。うわあ、くそ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 く、なんかなんか、おお、なんかいろいろ書いてある。これこととか習い事とかをカタカナにするの流行ってた。これ好きだった、カモノハシカモ。かわいい。
わ、これケンピが作った刺身犬、サンリオでねバカ売れさせるつもりだった。うん、サンリオの方見ていたらぜひこちらどうぞ、ケンピの名前で発表してください。いいよ採用して。あ、キモ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 。まず彼氏のことをなんちゃらしとかさ、なんか田中氏みたいな感じで呼んでるのがキモい。ほんとキモいキモいキモい。ごめん、中二病だったんよ。中二病でした、本当に申し訳ございません。はい、私当時中二病だったんでこれは許してほしい。彼氏といて恥ずかしくない女になる、洗脳済みじゃんね。マジか、ひどっ。うわ、ラブレターですね。出てきちゃった。元彼との馴れ初めを言うと、私が、3、4回振ってんのね。いや、もっとかもしれない。だけど食い下がってきたみたいな。それでまあ勢いに負けるような形で付き合ったんだけど、まあ、結局浮気されるっていう、もう最悪な恋の終わりを迎えた。いやー懐かしいですね。いやば、読み上げるわ。ナッツへ。本当に振られたやつからのはうざいかもだけど伝えとこうと思って書くわ。この伸ばしもまず俺はナッツのことが好きだよ、かっこ知ってると思うけど笑かっこ閉じで、心から好きになれないってのはまたじゃね、付き合っても短いしお互いを知らなすぎじゃね、ごめん、こうやって自分勝手なこと書いて俺はこれからもっとナッツが好きになれる俺になるよ、それとナッツの心を動かしてみるよ、だから高校で付き合ってほしいってことっす。最後に直接言えなくてごめん、字汚くてごめん、自分勝手でごめん。まあ返事は無理してない本心が聞きたい、俺本気だからね、夏よりいい人なんていないよ、あともしかしたら告った後かもだからそれもよろしく。お前浮気したじゃんか。なんやねこいつ、ない。もうさ、つがきしたんすよ、どう思います？本当ナッツ呼びしてくる人無理ですね。ナッツとか寄ってくる人本当に苦手で、もうどれぐらい嫌だかっていうと、あのスパイファミリーのアーニャがピーナッツ好きっていうたびに嫌な気持ちになるぐらいには嫌です。ナッツという響きが嫌い。ナッツってお前、いや本当にね、この男のせいで私はこういう風に最後に伸ばし棒を使うタイプの男がすごい嫌いになった。無理、本当に無理。書くわとか見るよとか、なんかキモい、もうキモい、キモキモしい。あとわらわら使う、おいわら、さあこの人なんか、あとじゃねじゃねとなんかさ、こう文末を大切にしない男嫌いですね。うん、どれも適当、見てほしい。書くわ、わら、じゃね、じゃね、てんてんてん、見るよ、伸ばし、ことっす。あとなんか知らんけど、急にごめん、ごめん、ごめん。うん、ごめんってもなかくな、お前。これがなければ、ケンピは過ちを犯すことはなかった。はい。ステベ。はい、ということでショベルカーの場所に送るべく全てを箱に詰め込みます。これが見納めだと思うとなんだか悲しいね。心を込めて詰め込みます。物には罪はないんだ。なんなら10年もこんないい状態で残っていたことが驚きです。どれも高品質なんだろうな。ありがとう商品開発者さん。でもごめん、私が次に滑るようになるには思い出を断ち切らないといけないんだ。さようなら思い出の品、さようなら元彼。よし、覚悟はできた。
封印が開けます。はい、一回じゃあちょっと中見せてください。現場の指示に従いながら大事にしてください。はい、ありがとうございます。